モ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、こんばんは。平天くんです。本日は新潟県新潟市東区竹尾新町にありますスロット専門店ザップさんに来てます。ということで、ね、前回こちらのお店でね、必殺会員カードで、ね、5分延長したらね、ピカピカって光ってくれてギリギリセーフみたいな感じだったんですけどね、今日もね、出ちゃうかな。いやー、それより先にね、当てちゃいたいと思います。では早速行ってみたいと思います。入店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 、やってきました、スロット専門店ザープさん。それでは早速店内のデータを見に行きましょう。はい、ということで行きましょうね。あ、どうもありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。いや、よかったよかった。ということで、ね、早速店内のデータ見ていきたいと思います。前も言いましたけどね、もうなんかね、面白いこう、アーチというのかな、カーブがかかっててね、こう自分がどこにいるのかね、分かんなくなっちゃうんですよね。こっち、あ、花のケージありますね。花のケージ、さすが信頼ね。スロット専門店ですからね、入りますよそりゃ。話題の信頼を入れてくるような感じ、なんかすごい確率だなこれ。鉄拳すごいね。こちらの鉄拳もなんかすごいね。あ、すごい、なんか2300、あ、出てるんだ。そっちは、わあ、これすごいね。こっちに目がいかなかった。5000枚出てるわ。あちらのところどころですね、店員さんいらっしゃるんですけど、店員さんがですね、12月だからサンタのね格好をしてたりとか、あとね、クリスマスツリーがね飾られてたりとかね、いいね。うわー、今日もやっぱねガチ掴んでるね、お客さん。ありがとうございます。失礼します。あー、ない。あ、こっちにもある、すげえいっぱいあんな。ほんといっぱいあんの。ボーナス確率がねもう5丁寧に出てるんでね、選ぶの楽、これが一番いいよな。いやー、できればねドラゴン打ちたかったけど、まあね、やっぱデータのいい台をみすみすしてるわけにはいかないんで、やっぱ新潟といえばね、オキソロですから、こいつでこいつで行ってみたいと思います。えいえい、ゴスロだった。ゴスロだった、ゴスロ、ゴスロだった。間違えた、違う、あっち行こう。20スロどこだ、すまねえね。こっちは20スロ、こっちは20スロだね。迷子になった俺。じゃあこれで行こう。あ、これで行こう。あ、すいません、失礼します、ごめんなさい。151分の1、せっかくなんでね、ドラゴン、うん、ご相談だった。ということでこいつで、こいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、それではね、パイオニアさんの、ドラゴン花花、略してドラ花、行ってみたいと思います。一応ここにドラ花って書いてあるからね、間違いではない。では行ってみたいと思います。お座り一発チャンス、いかんないね。あ、スイカか、どうだろう、見押しミスかもしれない、やばい。50枚目、あー、スイカ同士、残念。来い、どう、あー、また必殺会員カード使わなきゃダメかな。どうした、ベーセン、ベーセン、いいよ、よく回る、粘ってるよ。100枚目、粘ったついでに光っちゃおう。光んねえか。おお、いいね、残り3枚から結構粘ってる。おお、いいね、やばい、100枚目。あ、追加投資。残念、できれば今日は会員カードを使わない。後ろだった。俺じゃない。やばいね、ベーセンよく回るんですけど、やばい、あと2分ぐらい。
ああ、なれた。なれた。あ、これホテルのカード。一冊買いか。これを使えば5分間遊戯が延長できるのだ。はい、ということで延長したいと思います。チェキショー。いやー、できれば。あー、追加投資200枚目よく回るよ。前回も、この延長で光らせたんで、今回もこの延長で光らせたいと思います。いや、全然ドラゴンらしさが出てこないですよ。なかなか子役が良くて、36枚、44枚、ここで光れば150枚で光ってるのもんだよ。やばい、あと2分ちょいしかないベルですね。すごい、よく回ってます。やばい、勝ちたい、頼む。あなんでいかんねんだよ。あー、滑った滑った。ベルですね。ね、パーソナルね、あの拡大係数機がついてるんでね、さっき見たよ。こうやってこうやってガシャーってやると、ここに入るわけですよ。で、係数を押すと、いきますよ、25枚。はい、実戦終了、実戦終了。胸。いやね、5分間延長したんですけどね、今回はね光んなかったね。15分間打ったんですけど、15分打ってね、なかなか子役の落ちは良かったんですけどね、肝心のボーナスの方がね光らなかったです、ごめんなさい。ということで、ね、今回撮影に協力していただいた、こちらスロット専門店ザップさんの宣伝をちょっとだけ、この動画が配信されている頃にはですね、非放電、こちらの方ですね、もう導入済みということで、結構ね大量導入なんでね、非放電打ちたい方はぜひこちらスロット専門店ザップさんに来ちゃってください。あとですね、バイオもちょうど配信されている頃かなぐらいなんですけど、バイオハザード、バイオハザードがね、バイオハザードがね、なんと19台も入るんでね、こちらも結構ね大量なんでね、バイオ打ちたい方はぜひこちらソフト専門店ザープさんに来ちゃってください。その1週間後っていうかね、30、17あたりぐらいにはね、あのソフトのガロもね入りますんでね、もう3つとも話題の機種ですからね、ぜひね、12月はあと、あの店員さんがあのサンタさんの格好してますんでね、ぜひね、こちらソフト専門店ザープさんに来ちゃってください。今回僕は負けました。次回は頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回は勝つよ。